仮面劇場は横溝正史の長編推理小説及びそれを原作としたテレビドラマ作品2014年3月までにテレビドラマ1作品が制作されている原型となる短編作品は1938年10月から11月までサンデー毎日に仮面劇場として連載され1942年7月に発行者 杉山書店から単行本として刊行される際に旋風劇場に開題したものである。この開題は、自局からして仮面などとは穏やかでないという理由によるもので、内務省の監視に対応するための出版側の自主規制と考えられている。その後、大幅に開校して長編、暗闇劇場として1947年8月に一連社から刊行され、 1970年10月に、登談者版、横溝聖子全周2に収録される際に開題して、当初の仮面劇場に戻った。6月12日日曜日、遊覧船で乗り合わせた、大道寺綾子と、ゆりりん太郎は、小戸島沖で生きながら水槽されている、モローワの美少年、虹の助を発見する。資産家未亡人である綾子は虹の助を、 鎌倉の邸宅に引き取ることにするが、その頃には、天神祭りが近づいていた。7月15日、虹の助を連れて、天神祭りの川渡行を船で見物していた綾子は、婚約者、志賀京造の十枚にあたる、人気歌手、河野由美に遭遇する。虹の助は弓から漂う、定時校に反応して興奮し、オールで殴りかかろうとする。綾子が8月2日に、 鎌倉に戻ると京像が迎えに来ていた。冒険家である京像が、冒険業の時以外に寄宿している河野家が、綾子が虹の助を連れて戻る直前に、西尾窪久保から鎌倉へ転居したという。河野家は、小土島で、醤油醸造を営んでいたが、先代、四方田の死後、家業を親戚に譲って、未亡人、リ恵子は、河野兄弟宅へ移っていた。さらに、 その頃から小動島にいた、共造の妹、ことえが行方不明になっている。河野家の人々は、虹の助の正体を知っている様子だが、それを明らかにしようとはしない。8月15日、綾子が虹の助を連れて訪ねた河野家はリ恵子を残して、出払っていた。皆を探しに出た綾子が弓を見つけて、虹の助を残してきたことを告げると、弓は慌てて駆け戻る。 家ではリ恵子が毒殺された上、リ恵子が教えを作っていたハゴイタを虹之助が振り回して暴れたらしく血まみれになっていた。あや子に電報で呼ばれた百合は、河野家の人々にことへのことを尋ね、アルバムの写真を確認しようとするとことへの顔だけが切り取られていた。さらに、興奮状態で一室に保護されていた虹之助がいなくなり、 足跡を追うと海岸に続いていて、沖合に、ボートが流されていた。ボートでは、河野静馬の画家仲間で、河野家に同居しているウフジが毒殺されており、虹之助は、ウフジに、バイオリンの弦で首を絞められていたが死んではいなかった。この騒ぎの間に、胸像に電報が来ており、胸像は、変身を打っていた。百合はその電報の文面から、 ことえが千住にある鈴木という精神病院にいることを突き止める。ゆりと三つが都選で病院へ向かう途中、虹の助そっくりの少女を見つける。それは病院を抜け出したことえだった。ゆりたちはおうとするが、コートを着た人物がモーターボートで連れ去ってしまう。ことえの追跡を諦めて鈴木病院を訪ねたゆりたちは小戸島出身で、 河野家や滋賀家の事情に詳しい院長から、滋賀兄弟の父が妻と四方田の不義を疑った挙句、法刀に身を持ち崩し、極中死した経緯を聞かされる。一週間後、虹の助を連れて歩いていた綾子は、稲村ヶ崎の崖,の崖の上で久々に道具を出してきて、絵を描いていた静間に遭遇する。静と別れて砂浜へ降りると共像が現れて、旅に出ることを打ち明け、その前に、 虹の助を遠ざけるよう求める。その時静馬が崖の上から転落してきた。その頃、鈴金町が、琴とえがよく言っていた戸賀が、ゆりたちが帰った後気になったと言って、改めてゆりを訪ねてきた。それは、虹の助が、失明前に習得していた発声と触覚による、独身によって、他人と言葉を交わせることを示すものであった。 そこへ綾子から教授を知らせる電話が入る。静ズは毒殺されていたが、接種経路がわからず、警察は最後に接触したという理由で共像を逮捕していた。犯行の全貌に気づいていたユリは拘留されていた、共像を連れ出させ、ユミがいる河野家へ急ぐ。ユミは久々にフルートを吹いていたが、その音が突然途絶える。 フルートに塗られた毒で殺されるところであったが、ユリが準備していた、と謝罪で、命は取り留める。大道寺家には、ことえと虹之助が残っていた。ことえを誘拐したのは、あや子であった。共造が、河野家との間の秘密を語ろうとしないため距離が、縮まらないことに苛立ったあや子が秘密を聞き出そうとしていたのである。二人を連れてくるべく家に戻ったあや子は、 虹の助が言葉を話せ、一連の事件の犯人でもあることにも気づく。虹の助もあや子に気づかれたことを察して、首を絞めるが、殺すには至らなかった。庭に出ようとした虹の助をことえが外へ連れ出した。ことえはボートを見つけて沖へ出る。皆が呼んでいる。その中に胸像の声もあるとことえに聞かされた。 虹之助は義眼に隠していた毒薬を取り出し、ボートの上で琴へと侵入する。虹之助は、滋賀兄弟の父が妻と四法だの不倫を疑い、復讐として利恵子と通じて産ませた子供である。九州の山奥の温泉で秘密に出産して産下に、里子に出されたが、小動島へ戻ってきたのはおそらく、河野家に復讐するため。追い出すわけにもいかず屋敷内の土蔵に、 幽閉していたところ、ことえと恋に落ちてしまった。京像は虹之助を殺してしまおうと考えたが、それに気づいたリエコが静まと、うふじをくどき、誰かに救われることを期待して、水槽霊にしたのである。京像と綾子は結婚し、声楽の修行をする弓を貢献するためパリへ旅立った。仮面劇場改め、旋風劇場を、 暗闇劇場に開校した際、虹の助の出生に関係する個人の使命や属性は大きく変更しているが、実際に登場する人物については特に大きな変更は加えられていない。綾子の経歴出自を詳細に設定するなど、全体に細かく描写を加筆しているが、特に前半では、ストーリーやトリックに影響を及ぼさないものが多い。なお、旋風劇場までは、 滋賀共造が、情報機関で働いている設定があったが、暗闇劇場では、舞台が、昭和8年になっているので、戦争とは、無関係の、単なるアドベンチャラーに変更している。河野家は、奇襲の物持ちから、小豆島の醤油醸造元に変更されたが、特に醤油醸造が、ストーリーに絡む変更点はなく、大幅に変更されているのは、虹の助の経営。 並びに両親であり、雑誌系載時の仮面劇場、初簡単行本、旋風劇場、並びに長編化された暗闇劇場で以下のように才がある。連載時には虹の助はリエコが、夫が一年以上病気療養中で家を空けていた、才に産んだ不義の子という設定で、そのことを知った司法だはそれまで人のいい田舎医師で、あったが、この浮気を知って一種の復讐期となり、 急遽家に戻ってきて、リエコを一言も責めずに虹の助の存在を公にせず、監禁して育てることでリエコと虹の助に復讐するようになった。というような経緯であった。これが単行本化される際、かつて恋敵である柳池の当主を、四方田は憎んでいたが、四方田の妹と柳池当主の弟が恋に落ちてしまい、結果的にこの二人は若くして死亡。 四方田は虹の助を旧敵から送られた人間の疫礼と復讐の対象にして、柳屋側では虹の助の存在を知らなかったことをいいことに監禁していた。という設定に変更されたが、いずれにしても復讐のため存在を非して育ててきたのが結局逆に虹の助によって河野一家が破滅させられた設定である。それに対して長編化された作品では、 四方田の恋敵であった四賀兄弟の父が妻と四方田の不義を疑って復讐のために理恵子と通じて生ませたのが虹の助という設定になりこの設定によりことえとの要望の掃除に合理的説明をつけている虹の助の出生経緯についての詳細な説明については短編版ではラストの四賀共造からゆりへの手紙によっていたところを長編課ではゆりが 自分の結論を語った上で、共造に語らせる場面に変更している。また、連載時にはリエコが、母親という設定であったため、虹の助に、独身術を教えたのが彼女という説明がされていたが、単行本化された際に母親を別の個人にしたため、この経緯が不明瞭になり、長編化の際にこの部位を訂正し、再度リエコを母親にして、 参加に里子に出されて育てられた時に発生と、独身を習得し、河野家に戻ってきた後失明してリエコが、触覚独身を教えた。という設定に変更している。また、触覚独身ができるという事実は、百合たちが最初に、鈴木病院を訪れた時に判明する設定だった。ところを、百合が、静間殺害の法を受ける直前に、 鈴木委員長が改めて思い当たった設定に変更している。ウフジは琴とえの写真を隠そうとして、口に含み塗られていた毒で死んだ設定を、虹の助が河野家の誰に当たっても構わないという考えで匂いで、見つけたコーヒーに仕込んだ毒で死んだ設定に変更している。また、川屋でウフジの死体が発見された展開を、 ボート上で虹の助を考察しようとして毒が回って果たせなかったに変更しており、海への連れ出しや考察未遂を虹の助の狂言で片付けてしまった短編作品よりも合理的な結論としているほか、ユリが虹の助を恐ろしい奴だという理由が被害者のふりをする狡猾さではなく、第三者を平気で巻き込む冷酷さというニュアンスに意味が変わっている。また、 ユリたちの目前で琴とえを誘拐したのを静間から、あや子に変更しており、同期も単に琴とえに関する事実を隠そうとしたという設定から、共蔵が、河野家との間の秘密を語ろうとしないことに苛立って、秘密を聞き出そうとした設定に変えている。他にも、あや子の言動に読者をミスリーディングする内容を増やしており、最後に、共蔵が虹の助の出生に関して語る場面の、 直前で、百合が語らせている。なお、誘拐されたことえが、急行の家で井戸に投身したのを、百合たちが救出した展開は、削除されている。他に、天神祭りの時に意地の助が単に震えて伏していた、設定に、オールで殴りかかろうとする設定を追加したことや、毒を盛られた弓が、百合の準備により助かる設定としたなどの変更がある。 これ以外には最後にことえと虹の助が乗っていたボートが、横波で転覆して溺死した最後を、追手の中に、胸像もいるとことえに聞かされた虹の助が、疑眼に隠していた毒薬を取り出して侵入する、設定に変更している。横溝静止シリーズ2、仮面劇場は、 TBS 系列で1978年9月16日から10月7日まで毎週土曜日22時22時55分に放送された全4回百合凛太郎と三木俊介の役割が各々おおむね近代一康介と日和警部に置き換えられており各回の最後に原作には近代一康介は登場していませんが 原作者の了解を得て脚色しましたと表示される。ありがとうございます。